どうもこんばんは、そうさんです。先日ですね、時々桜マス釣りでご一緒させていただいてる友人の方と釣り談義させていただいたんですよ。でこの方なかなか個性的で、ユニークなアイデアをお持ちの方でして、ルアーやロッド、偏光グラス、タックルの話から釣果につながる考え方、さらに、今までに至るまでの体験談などね、大変興味深いお話を聞かせていただいたので、その模様を今回はお伝えしていきたいなと思っております。こうした釣りの話題、中でも桜マス釣りとなるとなおさら賛否あると思うんですが、一つの意見としてね、また今後どこかの場面で何か参考になればいいなという気持ちで制作しました。実際釣果出してる方の意見なんで、発見や答え合わせにもなるんじゃないかなと思います。それではご覧ください。本日もラガブーリンいただきながらやってました。お疲れ様です。子供プロダクションチャンネルでございます。今日は、釣り友達の大友さんに来ていただいてます。それで大友さんの釣りって、桜マス釣りの話なんだけど、はい、ルアーはどういうのをメインで使ってるんですか？ルアーは基本的に MD です。 MD, MD で、浮力とあとボディ形状の違いで使い分けてるような感じ。動き方も大きい動きのするルアーであったり、タイトに動くルアーであったり、それを状況によって使い分けるっていう感じですね。その流れの強さだったり、なるほど、はい、それってちょっと見せてもらっていいですか？はい、こっちはシュマリ。シュマリです。これは何だろう？クルードっていう。クルード、はい、友人から勧められて買ったんですけど、動きはいいですね。俺この色好きなんだよね。俺も大好きです。ね、この色。はい、でこちらがディープフィートの MD で、 MD も、はいはいはい、フローティングタイプとシンキングタイプ2種類使い分けてます。レンジが少し変わる感じですね。そこまで極端に変わるっていうわけではないんですけど、なるほど、はい、こういうカラーもあるんだ。あ、それ自分で適当に塗っちゃいました。あ、そうなんだね、はい、面白い。いろいろ、はい、ガキン、ゴールド系とシルバー系と、はい、ここら辺が、メインの。メインですね。メインのルアーで、さらに、こっちがちょっと、作ってもらったルアーもあるんですけど、岩崎さんに作ってもらった岩クラフト、岩クラフト、はい、の総流ですね。総流でサイズがちょっと結構でかい、大きめに作ってもらって110あります。110ね、はい、結構大きいですよね。大きいです。こんな感じ。これって、はい、結構いじってるこれでしょ？だいぶいじってます。でこっちが、そっちがオリジナルか。オリジナルですね。こっちオリジナル、はい、リップ形状も全然違うもん。違います。だいぶ細身になって、はい、シェイプしてます。うん、で、あとウェイトシール。あ、ウェイトシールとかありますね。はい、はい、おー、結構チューンアップしてるんですね。はい、で、どんなイメージチューンアップしてるんですか？これを作ってもらった原因っていうのが、このルアーなんですよね。ストリームローグっていう、シーバス用なんですが。これも大きいですね。大きいです。何センチこれ？これ16センチじゃないかな。16? はい。これを桜マスで使うと。使ってます、実際に。なるほど、はい。で実際それはどういうふうな泳がせ方をするっていうイメージなんですか？それおそらくこれ使う時っていうのは水温が高い時期なんで、その頃になると桜マスって、自分の考えなんですけど、テリトリーを意識し始めると思うんですけど、テリトリーに侵入してくる邪魔者、邪魔者ね、でそれを追っ払うためには、やっぱり口使うか尻尾で叩くかっていう感じなんで、でそれで釣れることが結構あったんで、その産卵で川に入って、はい、
目的が散漫なわけだから、はいはい、それを邪魔してくるものっていうか、その異物っていうか、はい、それを排除するっていうので、はい、その効果を高めるための、はい、より邪魔そうなサイズっていうか、でこのルアーの一番の衝撃っていうのが、うん、動かなくなるんですよ、流れの中で。どういうこと？スーッと、はい、うんうん、でその時に、うん、また次の動き出しの時にバイトしてくる確率っていうのはすごい高くて、なんかシーワスでもそのタイミングで食ってくるとやるの、ね、はい、あの流れでギュッて寄れた時にパーンってね、はい、出てくる時、はい、正直これがあの今の自分の釣り方、うん、魚に対するアプローチの考え方を変えるきっかけになったルアーですね、うん、なるほど。サクラマス釣りでこのサイズのルアー、大体このサイズですからね。ですね、普通サイズがこれですから、はい、このサイズ、はい、ボリューム的に言ったら倍的なくらいあるよね、はい、ただ、うん、あの果たしてサクラマスがあの、うん、このサイズをでかいと認識してるかどうかっていうのは、うん、やっぱり魚に聞いてみないと分からない、うん、分からない、はい、なるほどね。それのこれのイメージで、はい、このそういうバルサ、はい、バルサミン、はい、でまあ、テストの段階でこれで釣れてるんで、方向性は間違ってなかったかなと。これね、こっちがオリジナルのリップの大きさで、こっちはカスタムしたやつ、大友さんカスタムで。それとあの濁り入った時っていう、結構ゴールドベース系のルアー使うこと多いですね。あと、うん、ちょっと、まあ、隠し武器、ホットタイガーっていう、ホットタイガー、はい、これはあのデプスっていうブラックバスの、あ、まあ、うん、元はブラックバスのメーカーだったんですけど、うん、これもあの、うん、不思議なルアーというか、うん、あ、これラトル、ラトル入ってます、ラトル入り、はい、音するもんね、なんですけど、うん、このルアーも、うん、抜けるようなアクションというか、うん、イレギュラーな動きする時があって、うん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 、でその時に釣れること結構あるんですよ、うん、サクラマス用のこうルアーとして販売されているもの以外のものでも、はい、実はすごく反応のいいルアーとかって。ちなみにこれも総流だね。総流です。イワクラフト総流、ネットで買うのこれって。共通の知り合いがいまして、でその紹介といいますか、でお願いして作ってもらってるっていう感じですね。ちなみにこれはレンジはどれぐらい入るんですか、はい、まあスローシンキングの部類に入るんですね、うんうん、で大体1メーターから、まあ、マックス2メーターぐらいかなと、まあ、あと何て言うんですか、流速にもよるんで入り方は、はい、ああなるほど。これが同じ動きのイメージ、はい、アンド、ディープフィット、はい、しまい、はい、レンジが、うん、自分のイメージなんですけど、うん、ディープフィートより入ってくれるんで、入るよね。でストラクチャーを攻めやすいかなと、うんうん、個人的には思ってます。はいはいはい、こっちはシュマリーほどは潜んないもんね。潜んないです。で動きもちょっと大きめですね。はい、浮力あるしね、はい、これもやっぱ釣れるわ、ええ、ディープフィート。今年ディープフィートで俺日本に行ったかな。でも後半大変だったわ今年。俺後半全然行けなかったね仕事で、仕事で自分はバイブレーションよく使ってたんですよ、まあ、今も使ってるんですけど、うんうん、初めて釣れたのがシリテンバイブだったんですよね。バイブレーションというもので、でこれは、まあ、釣り仲間っていうか飲み仲間、うん、山形の中野っているんですけど、中野さん、はい、うん、から勧められて使い始めたのがきっかけなんですね、うん、これシリテンバイブこういう感じ、柔らかいですよね。まあこうカラーのラインナップがいろいろあるんですけど、自分の中ではこのカラーがめちゃくちゃ反応良かったんですよ。ブルーね、はい、ブルーというかパープルバックです。パープルか、パープルバック、銀粉です。すごいキラッキラしてるもんね、うん、で他の、うん、まあ
グリーンゴールドがあったんですけど、うんうん、グリーンゴールドで巻いてる時に、うん、チェイスはあるんですけど、うんうん、口をどうしても使ってくれないっていう状況が何回かあって、うん、チェイスのみ、はい、でそれでちょっとルアーチェンジしたんですね、うん、ルアーチェンジというかカラーチェンジ、カラーチェンジね、うん、でそれでこの色で一発で食ってきたんですよ、あチェンジしたら、はい、でそれが1回だけじゃなく何回もあったんで、チェイスあったっていう時に、うんうんうん、あのルアーそのものを、うん、ルアーの種類を変える人が多いと思うんですよ、うん、チェイスあった時に、はい、うんうんうん、俺よくやるのは、うん、同じルアーで色違い、うん、あなるほどね、なんであの、うん、例えば色違いが多いのもそのせいなんですよね、この同じディープフィートの中でも、はい、かなり色のラインナップをね、はい、取り揃えてるっていうのはそういう理由が、はい、ジョン・シマリもそうですね、これ、うん、なるほど、結構多く持ってるもんね、今日ここに持ってきたもの、うん、ルアーは全部魚釣ってます、うん、釣ってるやつね、はい、やればやるほどサクラマスっていう習性が分からなくなりますね、あの突然なんていうんですか、濁りの中、濁りがちょっときつめの中で、うん、表層で食ってきたっていうこともあるんで、うん、えってシーバスみたいだね、で自分もびっくりしちゃって、なんでどこで釣れるか分からない、な確かにあの暑くな、こう気温がこう、うん、暑くなってきて、うん、そういう時は背の近くとか、うんうんうん、背の真ん中とかっていうのがやっぱり確率は高いとは思うんですけど、うん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 、ただ全部が全部同じ個体ではないんで、確かに、うん、でプールのど真ん中で釣れることもあるんで、あそっか、もうやってみないと、いやこればっかりは分かんないですね、でよくあるのがあのピックアップ寸前に魚がバイトしてくるっていう、うん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 、なんで自分の釣りの中では本当に水面からルアーが出るまでは気を抜かないっていうのが大事かなと、常に上神経配っといて、はいはい、やっぱりピックアップの瞬間に出るって結構言うもんね、言いますね、聞くもんね、はい、でやっぱり魚って水面が一種の壁なんですよね、うん、そうだよね、そっから行けない、ね、サクラマスは基本的におそらくボトム付近の魚、うんっていうかボトム近くにいることが多くて、上でチャカチャカされるとイライラするんじゃないかなと、うん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 、でそれを追っ払うためにこう水面壁に向かって追ってったら、うん、まあそれがルアーだったっていう、なるほど、あの格闘技でいうところのコーナーに追い詰める的な、うん、ですね、はい、それでこうフックでこうゴーンっつったらルアーだったみたいな、はい、いやそうで、でもそうだよね、あの魚からしたらその水面っていうのは壁だから、壁ですね、その先に逃げようとしたら海でもナブラを追ってるのじゃあ、逃げられないんだけどね、はい、状態になったら魚って基本的に自分の中ではフィッシュイーターって全部同じと思ってるんで、例えばブラックバスであろうとシーバスであろうとナマズであろうとサクラマスであろうと、基本的にあの習性は同じであって、まあアプローチの仕方がちょっと変わってくるだけで、まあフィッシュイーターはフィッシュイーターかなと。でここまあ数年なんですけど、まあ知り合いとかから直接聞いたこともあるし、自分でさばいて分かったこともあるんですけど、胃袋に内容物が入ってるっていうことは少ないんですけど、ゼロではないんですよ。あ、サクラマスよね、はい、胃袋に、はい、なるほどなるほど、実際に小魚が入ってたっていうことが何回かあって、プーンだろうね自分はあの川に入ってきても食ってると思ってます。これはいろいろとなんか意見というか、まあ、分かれるところではあるんですけど、うん、まあこれはあくまで自分、俺個人が思ってることであって、うんうん、あの誰かにこうだこうだと言うつもりは全くないんですけど、持論っていうのは、まあ、皆さん持っててもいいわけですからね、はいはい、うん、食ってるかね、食ってないかはもうサクラマスじゃないと分かんないからね、うん、です、うん、答えは魚のみが釣るっていうあ、面白いルアーって言ったら、うん、また、まあ、こっちは、メガバスというメーカーのビジョン9号、うん、
これ、はい、上3つがビジョン9号、なるほどね、で下がエバーグリーンのスレッジ、スレッジ、はい、これはどういうあれで、まあ、表層というか、まあ、水面から50センチ以内で、うん、背の中とかを使おうかなと、うんうん、貢献してるね、ルアーいろいろ、うんですね、ただまあ、ブラックバスも、うん、まあ、フィッシュイーターなん で、うんうんうん、でフィッシュイーターに反応するルアーに関しては可能性があるだろうという考えでいろいろと買ってますね。でもあれだよね、割とさ、この人気ルアーというか確立されてるルアーっていうのはさ、はい、まあ、ある程度こう限定的になっててさ、はい、例えばどこどこのメーカーのこのルアーでこのカラーでみたいなのって割と皆さんが対応するでしょ、はい、だからそういうものに対しては割と魚もこう見慣れて釣れやすくなるっていう部分があるから、はいはい、こういうふうにちょっと違う、まあ、毛色のルアーをこう入れてみるっていうのはかなり面白い試みだよね、はい、超過アップにつながる可能性っていうのもあるんじゃないかなって思う。で、俺が好きなアングラーに清水森蔵っていう方がいるんですけど、うんうん、その人がよく言うのが、うん、釣り人を一番邪魔するのは、うん、その固定概念だ、それが一番釣れなくする原因だって、うん、なるほどね、いうふうに喋ってたことがあって、思い込み的なやつとかね、はいはい、なるほどなるほど、もっと自由な発想で釣りした方が面白いよと、はい、専用にこういうものが売ってるからそれ以外は使わない的な、ね、なんかそういうなんていうのかな、割とこう狭い考えになりやすいっちゃそうだもんね、はい、まあ、そこら辺開放してやるっていうのが、まあ、こういったルアーをチョイスしてみたりとか、はい、新たな試みでバス用のルアー使うとかそういうこともそうだよね、はい、バス用も使いますし、うん、シーバス用のルアーも場合によっては、まあ、実際使ってるんで対応してもいいんじゃないかなと、うんうんうん、タイドミノとかも釣れる、めちゃくちゃ釣れます、ね、あれが結構万能なルアーですね、サクラマスはもちろん、レインボー、ニジマスも、まあ、海ではシーバスはもちろん青物、うんうん、もう全然釣れるんで、ヒラメなんかもね、はい、基本やっぱり飛ぶルアーは好きですね、うん、大前提飛距離がないと魚まで届かないっていうのがあるんで、ね、うん、自分としてはやっぱりいくらでも魚とのコンタクトポイントを広げれるかっていうのが重要なんで、うんうん、そうだね、やっぱり飛距離っていうのはすごい重要かなと。でその飛距離っていう面では、はい、やっぱりこのロッドの威力っていうのもね、わーかなり大きいですね。あるでしょ、はい、このロッドはテールオークスペック N ですね。スペック N で長い方が90、うん、で短い方が82、メインはそっちの90、長い方です、ね、あ、こっちの方がメインなんだ。これちょっと出してみて。あ、どうぞ。これ結構しなやかなんだっけ。はい、すごい。そうですね、これスローテーパーになってますね。うん、でこれスペック N がさっきのあれだよね、中野さん、はい、プロトの段階で触らせてもらって、うんうん、もうめちゃくちゃ良かったので、あ、プロトの段階で、はい、この2本が本当におすすめですね。ケイソン、ケイソン、うん、何年ぐらい使ってるの？3年いや、もっと使ってます。もっと使ってる、はい、で、ノートラブルですね。ノートラブル、はい、かけてるもんね、お父さんね。まあ、いつも、いや、いつも。まあ、確かに、ソウさんと釣りしに行った時って、うん、ね、ほぼかけてますね。かけてるね、はい、うん、で、この竿の面白いところは、うん、バットがものすごい強いんですよ。あ、このバットが、はい、ちょっとつなげて、うん、やってみますか、うん、ちょっと両手で持ったようになりますか、うん、いきますよ、うん、おお、すげえ、こんなにしなるんだ。でもこっからバットから曲がってるね。はい、全然余裕なんですよ、すごいシャープな動きも出しやすくて、うん、使ってて楽しいのはこっちなんですよ、うん、82なんですよ、ね、ただ自分の釣り方に合ってるのはこっちの90なんですよ。なるほどね。曲がるのはこっちの方曲がるし、曲がります、うん、曲がるんですけどバットはこっちの方が強い。ああ、そうなんだ、っていうことでした。実際強いです。
ものすごいいいです。これは現行で買えるんだよね。はい、これ使う前は、まあ、大手のメーカーのロッドを使ってたんですけど、取れる確率はスペック N にしてから格段に上がりました、うん、ああやっぱその違いあるんだね、はいはい、ラインのチョイスだったり、はい、リールの巻き取り長っていうの、はい、そういうものであったり、はい、バランスが多分大友さん の, その釣りのスタイルに合ったってことなんだろうね、はいはい。PE も結構太いの使ってる。 PE は90使うときはまず 1.2 が基本ですね、うん、1.25 こっちね、はい、1.2 ね、はい、でリーダーが最低で20ポンドですね、うん、20ポンドで加水してきて、うん、ストラクチャーが出てくるようになると30ポン、うん、フロロの30ポンドを巻いたりしてます。ストラクチャーがこう出てくる時期になると、はいはい、まあ、擦れる可能性も高くなるんで、はい、割と太めのリーダーを使うようかな。はい、で自分の釣り方の場合、うん、ロングキャストして、うん、自分はあまりルアートゥイッチとかかけないんですよ。全然かけてるの見たことないもん、ね、ええ、うん、でそれをどうするかっていったらロッドのストロークでこう、うんうん、なんていうんですか、コントロールして、うんうん、やるっていう。確かに全くツイッチしないわけではないですし、うんうんうん、場所と、によってはジャーキングもするんですよ、うんうんうん、ただ割合で言ったら 8-2 ぐらいでただ巻きなんですよ、うん、なるほど。ストローク、ロッドのストロークを生かしてってことは、はい、まあ、これがまあ1本だとすると、はい、こういうふうにこっちにやって、はい、こっちに振ったりっていう、はい、そういうことですか、はい、なるほど。でその時に、うん、あとは下流にルアーがある状態でロッドを立てると抵抗でプルプル、うん、なるんだ、うん、でそれが、うん、その抵抗を感じつつ流すのか、うん、それとも一気に何も感じないだけ送ってやるかっていう使い方をしてるんで、なるほどなるほど。でまあそれを全部ひっくるめて、うん、ただ巻きって言ってるんですけど、なるほどね。あ、そんなに送り込むことはやっぱ多いんだ。多いですね。であとはなんか例えばストラクチャーにガツンと当たった時に、うん、大概あ引っかかったって言ってみんなこうテンションかけすぎるんですけど、うんうんうん、その時にわざと緩めると、うん、ラインが流速で引っ張られて下流の方に行くんですよ、はい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 、で その時に、うん、こうパンと、うん、なんていうの、はたくって言ったらいいんですかね、うんうん、その時にルアーが外れてくれるんですよ、うん、なるほどなるほど。まあ絶対とは言いませんけど、で その時に外してから、うん、ラインにこうテンションかかるまでの間ってチャンスなんですよね、うんうん、不規則な動きなんで、うんうん、でその時に桜が食ってるっていう、うん、食ってくるっていうことも結構あるんで、やっぱりある。実際それで釣ってますし。なるほどね。まあでも普通だったら、あ、外れたっつってさ、ルアー回収になっちゃうかもしれないけどね、はい、確率はそれで少し上がるよと。なるほど、ね、はい、その友達、仲間というか、うん、まあ中野がよく言うんですけど、うん、釣りはパズルだ。パズル、うん、一つ一つピースを合わせていって、うんうん、最終的に魚が取れる。なるほどね、はい、まあチェイスで終わるのか、それとも、うん、バラして終わるのか、うんうん、それは全部のピースがきっちりはまってないからっていう考え方みたいで、そのピースの要素というのは、例えば天候だったり、はい、光の量だったり、はい、あと使ってるルアーだとか、はい、全部ってことで、はい、そうです。それがうまく噛み合った時にビギナーズラックってあるじゃないですか、うん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 、その時って何もわからない状態で投げたら釣れた、うん、でもそれって何かのピースがきっちり入っちゃったっていうことだと思うんですよ、うんうんうん、ある程度釣れるようになってくるとさ、もうなんか意気込んでさ、はい、釣ってやるぞっつってさ、釣り方もこう凝り固まって、はいはい、一本上足の釣り方っていうか、はい、その状況状況に合わせたような釣りじゃなくて、はい、この間あの釣り方で釣れたから今回もまたこの次もあの時と同じ釣り方みたいな感じでさ、硬、はい、くなるとさ、途端に釣れなかったですよね、はい、うん、ですね。それが多分固定概念
だと思うんですよ、あ、さっき言ってたやつ、はい、これもちょっと柔らかくしつつ、はい、あとタレックス、はい、これはめちゃくちゃいいです。クリップオンだからメガネに取り付けるためにね、はい、もう今までの偏光グラスのっていうイメージを完全に覆してくれた感じですね。あ、なるほどね。こんな感じ で、あ、簡単にどんなメガネにもまあつくっていう感じだ、はい、うん。レンズは何だったっけ、これタレックスのアクションコパーです。アクションコパーね、はい、前に使ってた、うん、あの偏光グラスと1メーターぐらい視界が違うかなっていう。1メーターどういうこと、1メーター違う、あの例えば、うん、10メーターぐらいのところで魚の影が見える感じが11メーター、うんうん、ああなるほどね、うん、そのぐらい下手すればもっとかなっていうぐらい全然違います、ね、うん、見えます。やっぱいいんだよね。いいです。俺もこれ買った、これこの、まあ、アクションコパーっていう色なんですけども、うん、で色違いでちょっとイエロー系も欲しいな、うんうん、生きたね、はい、うんうん、もう絶対いいんで。確かコントラスト高いんだよ、ね、高いです。これタレックスアクションコパーのクリップオンタイプ、これは本当におすすめですね、うん、めちゃくちゃいいです。多分フィールドあんまり選ばないんじゃないかっていうぐらい、うん、海でも使えるし源流でも、まあそうね、うん、どこでもね、はい、あとねチャリンコやる人、あ、はい、ダウンヒルとか確かああいう人たちもその路面のさ、はい、ものすごいスピードでガーって駆け抜けていくときに、情報量、はい、正確な情報をやっぱりこのレンズ使うとキャッチしやすいみたいな、うん、やっぱり凹凸の具合だとか、やっぱ高コントラストなレンズなんで、ええ、やっぱりこう有利に当たるみたいな。あ、確かに水中、まあ、でも、うん、あのストラクチャーの高低差っていうんですか、それは格段にもう見やすくなりましたね、立体感というかね、はい、奥行きに対して、はい、